シビライゼーション6、アメリカで科学勝利を目指す。今現在、前回フランスを滅ぼしてパリを手に入れました。この後は科学勝利に向けて内政に励みたいと思います。今、スコアの面ではトップですので、この後イギリスをあまり大きくしないように対応しながら、そして懸念の宗教での敗北もしないように、宗教面でも気を配りながらやっていきたいと思います。フランスを倒したことで宗教に関する問題はほぼ一服かなと今現在は思っていますが、そのあたりどうなるのか。ここでエジプトが挑発をしてきましたね。これは非難声明なのか、それとも単なる挑発で関係性は悪化してますね。ここでフリゲート艦作れるようになりましたので、この辺りもやっていきましょうか。今ここプロテスタントに変わりましたね。イギリスがちょっかい出してきてるので、これはもうイギリスと戦闘状態になって、この辺り滅ぼすという手もあるんだが、まだ戦争はできないと。この軍刀の、おーっと、ガラパーゴス諸島、まるで独立した小さな世界を宿しているかのようだ。これはどういった効果があるのか。周囲の文化のマスがプラスにされてますね。これは大きいんじゃないでしょうか。これはタイル購入していきたい気もしますが、そこまでお金が余裕がないけれども、早め早めにこの拠点手に入れた方が後々メリットを享受できるので、ターン数分プラスになりますので、もう買ってしまいましょう。この特にプラス4のところは早くに欲しいですよね。おっと、ここで向こうから避難声明を。ということは宣戦布告できそうですね。そうか、ならばこの首都を倒すためにイギリスには宣戦布告をしてしまいましょう。もう何度見てもイラッとする表情ですよね。これでイギリスとは戦闘状態、まだロシアとも戦闘状態ですので、これ和平はそのままじゃ結べないのか。じゃあ諦めましょう。そしてこちらはプロテスタントを倒していく。このランスの前線基地としても活躍させたいので、後で兵営も作りましょうか。ここで偉人が誕生。再び大科学者。この人の効果はチャールズ・ダーウィン。自然遺産一つ、このタイルか隣のタイルにある自然遺産一つにつき科学力500を得ると。自然遺産の近くでないと効果が発揮しないので、まずはニューヨークに移動して、ここのグレートバリアリーフ、ここで効果を発揮させましょう。ではここもキャンパスを作ってどんどん研究を進めていきます。もう交易路は全部整っているので、別の場所に移動させましょう。
いよいよ近代に入りましたね。物理の汚い部分であれ。これ研究所作ると科学力がプラス5されます。ここでイギリスが和平申し出てきましたので、これはどこか都市くれればいいんだが、さすがに都市くれるほど向こうは疲弊してはいないかな。うん、この辺りを全部解いてから都市を一つもらえるか。甘くないか。そしてこれをやったことにより初期の、あっと今ニューキャッスルはもらえるので、これでいきましょう。大したことせずにニューキャッスルはどこにあるのか。いや、こんな遠くにあっても困るけど、まあよかったよかった。なんかすぐ占領されそうですね、これは。で、新たなところ、ブリュッセルは、ここ文明3あればトップに躍り出ることができるので、3ポイント使います。で、また偉人が出てきている。今回は大商人。我々の土地に大、この大商人は、効果は建設済みの商業ハブにいる必要がある。政府の経済政策スロットがプラス1と、こうすることで政府の経済政策スロットがまた1つ増えた。これはまた何にするか考えます。ここは各都市が専門区域1つごとに文化力プラス1というメリットクラシーを選びます。あまり価格に関して良さそうなものが見当たりませんでしたので。あーっと、ちょっと待ってくれ。いつの間にかワシントン囲まれてるぞ。これなんだ。あー、バカだったな。ボケーっとしてた。全くのノーマークだった。いやー、恐ろしいや。ここはどれを防衛に向けるか。今ここチャールストーンに1部隊いるんで、ここの部隊を向けるのですが、うわー、ボケっとしてたなー。用いられた銅は膨大で鉱山を掘り尽くしてしまうこと。ここでロードストーンの巨人像が誕生だが、そんなことを喜んでるほど今は余裕がない。足利の部隊を倒しながら、ただ一撃では倒せないか。ワシントンはそれなりに防衛固いはずなので、で、工場兵器などを優先して倒していけばなんとかなるのかな。と、というか、なんとかなってくれ。もうここは完全にノーマークだったので、で、武器も変えるかな。破壊術しか変えなかった。うん、今ルール地方を作ってますが、生産を変更して良さそうなものを短期間で作れないか。野戦砲6ターン早く完成することを願って、破壊術ある方を先に攻撃をします。これは海の方が弱いので、海の方の敵からまだ略奪はされていないようなので、その点は問題ないのかなと。だが、そういうことを言うと略奪してきそうなのでね、余計なことは言わないようにしましょう。自然と相入れないものは、あ、これはキャンパス区域の建造物による科学力
プラス 100%。 これは大きいですね。これによって化学勝利がかなり楽になるかなと。他には商業ハブが生み出すゴールドプラス 100% も大きいように感じる。今 30.7、 これがどうなるか。うん、40.2 に変わりましたね。効果は大きかった。攻めてきたはいいものの問題なく追い払えそうですね。うん、あまり積極的には攻めてこないんですよね。近くには寄ってくるものの都市に攻撃を仕掛けてくるとか、そういったことはこの初期の発売日バージョン、まあ、今発売日から一つ先のバージョンなんですが、まあ、そのバージョンではそこまで積極的には攻めてこない。なのでその分攻略は楽なのかなと。では引き続き近場の敵を倒していきます。うん、ここにイギリスの騎乗兵がいつの間にか来ている。この部隊が来れば問題なく倒せるのかなと。野戦砲の部隊すでにレベル4で2回連続攻撃できますので、問題なく追い払えそうです。このジェームズ・ワットは何があるか。即座にこの区域に工場と工房が建設される。工場は生産力プラス2をもたらすと。工場と工房がないところに持っていって使えばよいのかと。うん、特段ここだというのが見当たらない。ここは工房が作ってあると。こっちは工場と工房がある。うん、これは前の方のランスかパリだな。パリに置いておいて後で工房を作りましょう。ここは先にフリゲート艦をそろそろ作りたいなと。ただもう船よりかは飛行機の方が良いのかなと。しかしそれには飛行場区域が必要。飛行場区域はまだ作れないと。ロシア側兵結び599ゴールド。でロシアは都市が2つしかないのかな。これはまあこのままの条件で結びましょう。なんだろうな、ちょっかい出してきたらあっさりと引き下がった。モスクワとサンクトペテルブルグ、そこの2つしか都市がないので、今交換条件にも都市がほとんど出なかったですね。これは眠ってもらってと。だが南防衛部隊を置いときましょう。あ、ロシアが今宗教を広めるために近寄ってきましたね。ここは大使館歓迎しておきましょう。そっか、宗教戦争も始まるというのか。ここで宗教はこの都市で伝道師と使徒を変えると。じゃあ使徒を雇いましょう。ワシントンは宗教施設建ててないので変えない。どこか変える場所他にも1つか2つはあったような気がします。
パリでも買える。いまいちまだ使い方がよく分かってないんですよね。なのでこのあたりも今後しっかりと宗教関連把握しないと、伝道師と人の違いすらよく分かってないので、とりあえず練習も兼ねてこのあたりやっていきましょう。上の方は部隊がものすごく多いので、いつ攻めてくるか、攻めてくる予定はないんでしょうけど、怖いですね。宗教これレベルアップが可能で、演説者布教回数が2回増える。巡礼者自然遺産に隣接するタイルに初めて移動した際に布教回数が3回増える。ここはグレートバリアリーフ近くにあるので巡礼者がいいんじゃなかろうか。これはまた別のターンまで待たなきゃダメかな。キャンパス研究所、パリの巡礼者もレベルアップ。これは首都か。通訳他の文明の都市における布教の力が3倍になる。従軍牧師、首都が衛生兵として機能し、イスラエル以内にいるユニットの回復が向上すると、まあ、通訳の方がここでは役に立ちそうだ。さーて、ここの人も巡礼者は、まあ、巡礼者かな。これは必ず決まってるわけではないですね。何パターンかあって、それから2つ選ばれて決定みたいなもののように感じます。で、これはどのように戦うのかですよね。これぶつければいいのかな。1個2個殴れ。あ、殴った。おお、敵の方が強い。これでいいのか。こんな風に戦っていくのか。なるほどなるほど。これまた地味な戦いが続くな。もうよそとは同盟結ばずにいた方が良いのか。おっと、我は日本国の武士道の信仰者、北条時宗。1回目のプレイでは自分で操作したのでこうした画面見ませんでしたが、このような形で動くんですね。いや、いい白い歯、いい笑顔。じゃあアイテムを消費してどんどんいけるかと思ったら、これは何か条件あるのかな。変えるときと変えないときと。まだ自分のターンになってなかったとか。そうではないか。この違いは何なんだろうな。ここも変えないか。あ、いや、ここは変えるか。じゃあ伝道師をどんどんと作りましょう。偉人は大科学者が再び登場。効果は科学と産業革命、あ、産業時代のランダムな技術に対してひらめきを発動と。パリは研究所の前に工業地帯作りたかったですが、人口が足らないですね。ならば研究所作っておきましょう。なんだなんだ、お金がもらえる
国境開放は嫌だけど了承しましょう。いや絶対悪いことを考えてるような顔でしたよね。どうやって迫ってくるのか。ロシアは要求じゃないか、こっちに来るなというような提案はできないのだろうか。避難声明はダメだな。じゃあ避難声明しておこう。ここで宗教戦争。よいしょと。あ、負けた。そして今カトリック、周囲のカトリックがマイナスになりましたね。大丈夫かこの宗教戦争は。ここ信仰力で買えなくなりましたね。ここにはちゃんと聖地があるんですけど。ではパリから向かわせましょう。またボルドーでは変えると。伝道師なら何度も変えて、それ以外は使徒だと変えないとか、そういうパターンですかね。うん、東方正教、カトリックがプラス250。カトリックが勝ったのかな。ん？エジプトが？これは宣戦布告ってこと？避難声明か、それとも避難声明かな。これは周囲囲まれそうなので、そのあたりの対応も今後していかないと厳しいか。ここの宗教戦争は、ああいなく、まだギリギリ残ってるか。どうだどうだ、勝てるのか。これでここで布教をやるとカトリックがプラスされる。これは一回布教をやった後に戦うというのが良いのかな。今のところ大きく負けてるようなところは見られない。あーでもシンシナティとワシントンが東方正教になびいてるような色合いになってる。うん、早く殴ることができるようにまた宣戦布告を狙いましょう。うん、東方正教これマイナスか。でカトリックがプラスになった。これは勝ったということかな。これは殴れないのか。そっかそっか、使徒でないと殴れないのかもしれない。じゃあワシントンに行ってここで使えばまたカトリックが増えるのかな。宗教は面倒だな。これはこれをやり続けるのかと思うとなかなか辛いものがある。おっと殴り合い。こっちにもランスにも来てるし。ラジオのない世界は静寂に。おっと映画スタジオ、これアメリカの固有の建設物、建造物。文化力がプラス4と、それ以外もいろいろと効果が
発揮されます。ただ作る余裕はないんじゃなかろうか。ここで布教をすると多分上がったと思うけど、いまいちよく分かんないな。だがまあ何か効果があったのでしょう。ワシントンで布教をやってみましょう。カトリックがプラスされた。おっと、大使館置いてくれと。まあ歓迎しましょう。ここで布教をすると、まだカトリックには回収されない。ここでガンガン布教。よし、カトリックになったと。なるほど、こうやって守っていくんですね。守り方が分かったので、この辺りはもう良いのかなと。またパリで宗教を使って、今度はランスを回収させると。でイギリスとは宣戦布告が通常の手段が選べないと。奇襲の戦争になるので、ここは待ちましょう。で日本とは友好関係を結んでくれないか。大使館を建設しよう。で友好関係は結んでくれないと。なぜなんだろうな、ここまで関係は良さそうなものなのだが。ダメか、共同戦争。友好的なのだが、まだまだ友好宣言は結んでくれない。おっと、ロシアがここはお金の方がいいな。これどれぐらいぼったくれるか。300いける。これ全部いけんじゃないか。494。おお、傑作はさすがにそこまでは甘くない。よし、金をむしったところでそろそろ攻めるか。まだできないと。なぜかイギリスが避難声明。ならばイギリス攻めましょう。賢いオックスフォードの人間たち。オックスフォード大学。知るべきすべてを知っている。だけどそのうちの誰一人、トードさんほど賢くない。誰だトードさんって。そんなに賢いのか。電気がなかったらろうそくの明かりでテレビを見ることになっていただろう。これで大学できたことでまた研究がはかどるのではなかろうか。鋼とダイヤモンドを砕くこと。この左上、文化と比べても3倍近い値に発展してますので、ルール地方を作っていたところだったので、また生産を再開しましょう。キャンパスで研究所、ここは発電所。ロンドンへの、まあロンドンはすぐ攻めるからもういっか。じゃあ移動させましょう、ランスへ。ここも回収させる。これも回収させる。まだか。
ここも回収と。うん、これでカトリックになりましたね。もう盤石だと思いますので、宗教は必要以上に気にしなくても大丈夫かなと。とはいえこれ近くに来てるんですよね、回収部隊が。パリで伝道師、もうちょっと変えるかな、まだ変えないか。ここは大学と。おっと、これは友好関係を向こうから申し出てくれましたね。いや、さすが日本とアメリカの関係は盤石ですね。あ、これイギリス戦わないと続々と首都が来てしまうので。おっと、原子力時代に突入。イギリス宇宙船基地を建設、倒しましょう。我が軍は2つのユニット、ロケット工学にまつわる神話は、宇宙船基地作れるようになったので、いよいよ科学勝利の前提が整ったかなと。じゃあ日本と取引でここは一緒に攻めてもらうというのは、で共同戦争。ああ、どのような状況になろうと、そのような申し出は受けないようなこと言われましたね。開戦自由、植民地戦争の開戦を布告します。もう本当イラッとするこの表情。これでまずは近場の宗教部隊を倒したいですが、倒せる部隊がいなかった。ならばラフライダーを向かわせて。ああ、これ目の前に敵がいるから一気にはいけないのかな。よし、いけるか、もう少し。よしと、プロテスタントの影響。おっと、一気にここまで来た。よいしょ、布教と。で、ここの部隊、労働者をいただき、ロケットができるようになって、ただこれだけでは完成しないんですよね、確か。他にもいろいろと作らないといけないものがある。科学勝利。ここを見ると宇宙船基地を築く、ロケット工学を研究する、人工衛星の打ち上げと、人工衛星の研究をするというのもあるし、核融合を研究するもあると。ここら辺はどういう順番でやっていけばいいのか。核融合は多分この核分裂いかないとダメなんじゃないかなと。なのでそちらに進みましょう。そしてワシントンはルール司法を作るのではなく、これは宇宙船基地を作りましょう。ここで34ターン、結構時間がかかる。よし、敵のプロテスタントの部隊は全て倒し終えたので、このあとはまずはロンドンを落とすと。話はそれからです。まもなくロンドンが落ちるといったところ。これはどうだ、一気にいけるか。いやー、体力がまだまだ高いな。守りをしっかりと固めて
脇までラフライダー移動させて、これは一旦どういったものが必要かを再確認しないといけないんですよね。あまりこの化学勝利に関する情報を必要以上には理解してないので、まあ基地を築くはやってますが、人工衛星の打ち上げというのがどういうふうにするのかとか、人工衛星の研究をどうするのかとか、そのあたりの情報もロボット工学を研究するとか、ナノテクノロジーを研究するとか、まあ、このあたりは普通に科学を研究していけば達成できるとは思うんですが、そのあたりの情報もね、しっかり確認をして、ミスのないようにね、やっておかないと、ここまで頑張ったのに、最後の最後で、ターン数オーバーとか、方法が間違えてたとか、そういうことがあったら困りますので。では最後、これは一気にいけると思います。本当にいけるのか、これは。ちょっと無理そうか。いや、いけた。これでロンドン攻め滅ぼして、イギリスの首都でしたよね、今制覇、イギリスとフランスを奪いました。だが別に制覇整理を目指しているわけではないので、このまま進めていって化学勝利を目指せたらなと。未だに蛮族が出てくると。どこから出てきたのか。あ、ここに拠点ありますね。こんなところでしょうか。大丈夫かな。もうしっかりとミスをしないように。今ちょうど宇宙基地が24ターン完成までかかります。で、社会制度も今はどこを目指しているのか。核の分裂あたりが必要じゃないかということで今目指していますが、どうなんでしょうね。まあ、そのあたりも確認、再確認をしましょう。確かロボット工学が必要というのは確認してます。この火星入植モジュール。ああ、で、この核融合の方を目指さないとダメなのかな。で、ナノテクノロジー。あ、結局これは全部いかないとダメという感じですので、こうやってもう、様子を見てしまっても良いのかもしれません。あとは積極的にブーストを狙っていくのも一つの手ですが、まずは未来技術に向かって。いや、それじゃあダメか。一個一個やはりまずロボット工学終わらせて、火星入植居住モジュール打ち上げを狙う。その後に核融合を狙って、次ナノテクノロジーと、やりやすいところから終わらした方が良いのかなと。なのでこんな感じでしょうね。都市の維持、ロンドンは残しますといったところで、今現在の状況はこのような形になっています。次はロシアあたりを黙らせて、この宗教をよこすのをやめさせたいなと。我々日本とは仲良く今やってますので、この状態続けてなんとか化学勝利を達成したいと思います。それではまた次回ご覧いただけたら幸いです。